途中で食べたらダメですよ。監督も昨日の演出でおっしゃったのが、こうリアクションをちょっと大きく大きめに、身振り手振りだったりとかってこうちょっと愛理の特徴を取り入れることで、綺麗な絵。里子さんが疑われるなんておかしいでしょ。私は傷ついてるんだよ。はい。はは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 何？何？で、で、うん。食べる。どっちが言ったんだよ。きっと多分今までの役とは違ったまた女の子が出来上がるんじゃないかなってすごい感じました。あ、了解です。